リクラドのジョンです。今回ね、ナビ US ミニッツ2ライフというクランなんですけど、ちょっと前にもね、全く同じクランと対戦してましたね。今回もね、森尾さんが入っての対戦になります。早速やっていきましょう。先行ナビからガック、クイヒースーパードラゴンのリターン型というところですね。クイヒーライトラの数が減って、代わりにスーパードラゴンの数が増えてきた印象ですね。まあ、結構ライドラだと対策されやすかったり、まあ流行ってしまったんでね。流行りすぎてしまったので、チェインが入らないような形になってたりとか、援軍だったり、細かいところが出てきたり、ソラスケルトンが出てきたりとかね、そういったもろもろによってね、結構対策もされやすくなってしまったというところですかね。さあ、バルーン、ホーミング、お、上側シューター出てるかな ?12 時シューター出しつつ。クイーンは、ロイちゃんまで行きたいって感じなのかなこれ、そしたら。さあ、投石を、で、ホーミングチェックも完璧。さあ、ロイヤルチャンピオンまで処理を行って、アーチャーの処理までやって、迫撃までついでで折っちゃうって、リクスケ出ちゃったらリクスケまで行っちゃうかな、これは。シューター今一応ね、大丈夫な、あれにはなってるけど、まあ、処理するよね、さすがにね。さあ、6時からもう一回クイーンを展開していきつつ、タウンホールの方からスーパードラゴンを展開していくような流れですね。さあ、第一クロス、対空砲がね、壊れたところからスタートです。さあ、フリーズも使いつつ、まあ、他のとこでも言ってるんですけど、スーパードラゴン編成って4体しか積めないので、マルチインフェルのね、レイジに乗せてウォーデン撃たれると、ウォーデンのね、トームが結構早めに出ちゃうこともね、結構多くあるんで、ここはフリーズを使って、ライドラでも結構フリーズ使うのはね、強いと思ってるんですけど、僕は。さあ、ここ1機のレイジトーム。スーパードラゴンってなんかレイジ乗っててもあんまり分かりづらいですね、色的に。さあ、援軍の方は、これ全く出てきてないですね。最初にアーチャーがちょろっと出てから、一切出てないようなところ。さあ、スーパードラゴン貫通していって、相手のクイーンまで若干触れそうかな。さあ、オーデンの方もクイーン処理ちょっと触りつつ、クイーンの方も、ちょっと触っただけで。オーデン偉すぎる、それ。クイーンが、キング、クイーンが、たどり着く前に、持ってくれ。グランジョーの範囲はこんな感じ。フィストを使っていきましたが、ロイヤルチャンピオン、あ、じゃあロイヤルチャンは、グランドウォーデンがね、先に折り切ってくれました。スーパードラゴンがシューターからも出てきつつ、上側、これフリーズ打つかなどうだろう。フェニックスで折り切れちゃいっかな。おー、強い。さ、クイーンク6つつ、これなんとロイヤルチャンピオンまだ残ってんですよね。まあ、額にしては珍しいんですけど、ここは残しに来てますね。あんまりね、こういうことをしないタイプなんですけど。さあ、ロイヤルチャンピオン残していって、ロイちゃん使わずに全開を取ってやったぞと。これは圧倒的全開。強すぎる。ガーサス。これ強いね。さあ、対戦相手、トッツビズかな?トッツビズラバルっぽいですね。ラバーハウンド、バルーン、突撃艦という流れで、ホーミングはまあその辺にあんまりなさそう。で、パピーの方でクイーンの攻撃吸ってくれて、2発出ましたが、届けたいところまではだいたい届いてそうですからね、この使い方は。ウォールブレーカー穴開けさせていきました。タウンホールの方までスライドしていきつつ、いいチェインが入って、まあモノリスとか入ってるんですけど、大工の方がこれ、わー、フリーズマ、あ、じゃあインビジブルまだ使っていきましたが、投石、早ければ折れましたね。さすがに。さあ、援軍の方もね、外処理できれば美味しい援軍というところで。さあ、クイーン早く。美味しい。まあ、このままサイドカット見るに、キングクイーンで投石、マルチインフェルノあたりを狙っていって、ラバルパートはそしたら9時から合流なのかな、これは。はい、来ましたね。おいしい、その当たり方。リクスケ捕まってますが、キングがこれによって戻っていきつつ、リクスケでこれクイーンも内側に入りそうかな。内側入っていって、ちょっと外残っちゃったけど、ロイちゃんはどういう使い方なのかな。スケルトンとかジャイアントとか特に持ってきてないので。9時はラバルだけ始めたいって感じかな。ロイちゃん角度変えるかな、そしたら。どうやりますかね。まあ、キング来てくれたならもう一緒に進めてもいい気もしますが、まだ貯めていく。クイーンの方はしっかりマルチンフィル、あー、やっぱロイちゃん出しましたね。
ちょっとタイミング的にどうなんだろうって感じですけど、早くてもよかったかもしれない。フリーズはおでんぞうだけ。さあ、ここからラバルパートスタート。ロイちゃん単体で9時見て、あとはラバルパート10時方向というところですかね。さあ、おでんぞうまでクイーンが追ってくれた。これは強い。さあ、第1クロスの攻撃も入ってますが、ウォーデンがここで合流できてトームを打っていきます。さあ、ヘイストまで合わせていって、一気に対1マルチで追って、ウォーデン、アジアはロイヤルチャンピオン連盟もしつつ、上側の方もちょっとバルーンの数足りなかったんですが、ロイちゃんが上の方回ってくれたのはね、これ強いですよ。あとはマルチインフェルノにフリーズ2発残ってる状況ですね。ぐるぐる回しつつ、さあ、まあちょっと早い気もしますが、ここで効果が切れちゃいましたね。でもう一回フリーズをかけ直して、さあ、トルネード出てきてますが、バルーンの数がこれは非常に多いというところ。さあ、バルーンの数足りてますね。ロイヤルチャンピオンはキングに捕まって死んでしまいますが、ウォーデンついて、あとは回収というところですね。回収というところなんですが、若干これが間に合わなそうですね。惜しいなぁ。さあ、星さん、とつびずラバルということでね。お手本を見せていただきましょう。どこに投げるかな。さあ、バルーンバルーンと見て突撃艦というところ、イーグルのところで落とすのかな。うん、イーグルの内側に落としていってレイジ、オールブレーカーまで開けて、かなり奥まで見ていきたいというところですね。さあ、第1クロスからのマルチインフェルノ、第1クロス、これ強いな。援軍はちょっとだけ釣っていきますが、もともと釣る予定はなかったところでしょうね。まあ、釣れればラッキーぐらいな感じだと思うんですけど、全部。まあ、アイゴレが見えたんで、残りもアイゴレですかね、そうなると。さっきの人もね、時間切れになっちゃってたんですけど、ホッサンとかね、クラウスのトツイズラバルはね、ほんとこの辺の、ゆっくりしてるけど、スピーディーに展開して、無駄な時間を作らないっていうのもね、非常に重要なスキルの一つですよね。3時こういうところもね、時間切れ対策でしっかりアーチャーで削ったりとか。キングは流しつつ、クイーン単体で投石クイーンを見に行くような感じですかね。アイスゴーレムを使っていくんですが、若干どうだろう、間に合うかな、これ。オムタワー入ったので、ここはフリーズかな。フリーズですね。キングウォールブレーカー、なるほど、これタウンまで行くんですね。これ結構時間かかるな。じゃあロイヤルチャンピオンも遅れて出しつつ、こういうとこもね、さっきキングにね、フィストに合わせてロイちゃん出さずに終わってから出してたんですけど、こういったところが違いになってるのかなというところです。さあ、アイゴリに対してポイズン合わせつつ、キングに対してストライカー、うん、クイーンに対する被弾がなくなってるのでね、ここ今ダイク入ってますけど、まっすぐに折れるというところで、タウンホールもフリーズかけつつ、ラバストライカー一気のトームをここでかけていきます。ロイちゃんの方にもトーム入りましたね。さあ、ストライカーは届きましたか。間に合うかな。間に合いました。うまいなあ。さあ、ソラスケ出てますね。まあ、こういうところ、ソラスケ出てくるところでは、また出てきたね。まあ、クイヒーライドラとかだと、まあ、こういったソラスケルトンでだいぶ時間がね、止まってしまうので、最近若干ですが、こういうソラスケも増えてきてるような状況ですね。さあ、マルチ IT までロイヤルチャンピオン生き残らして、バルーンは結構減りましたが、しっかり間に合わせて、前回ガーサスゴブリンとかね、こういうゴブリンもね、大事ですね。今グランジョーのところにね、ゴブリン入ってるんですけど、原型施設を殴る上ではね、 DPS 最強ですからね。さあ、ナイス、前回ガーサス。さあ、対戦相手クイヒーラバル、アイゴレ入ってますね。スニゴブ使いつつ、独自にクイーンを置いていってシューターセット。うん、ボールブレーカー。アイゴレクイーン、あ、じゃあアイゴレキングを使っていって、この辺クイーンへのね、被弾を抑えている、クイーンじゃねえや、被弾を抑えている感じです。
さあ、モノリス食らったので、ここは一度フリーズ挟みつつ、ロイヤルチャンピオンも一緒にくじ合わせていって、内側から入ったので、これタウンポイズン受けなそうですね。強い。さあ、ウォールブレーカーですが、これはどうだろう。届きませんね。インビジブルは使いますが、ちょっと早いので、ラバハウンドをターゲットってないんだ。大丈夫そう。そうなると、ウォールブレーカー差し込めますね。うまーい。が、代わりにこれは、ロイヤルチャンピオンが投石を折れなくなってしまいました。残る投石ちょっとしんどいっすね。ウォールブレーカー、これ奥つかないんだ。手前についちゃいましたね。ちょっとポイズン処理のところがね、最適解ではなかったので。ラバハウンドがロイちゃん釣られて、それによってロイちゃんがラバハウンドを捕まってという流れになってしまいました。クイーンはクローク使って、壁を殴らせてしまう。ヒーラー、あ、これユニコーンか、タゲ取ったの。すげえ量のバルーン出てきた、シューターから。シューターの中身はバルーンで、バルーンと合流。さ、ストライカー回っていって、ここトルネード、フリーズかけますが、ちょっとトルネにかかってるので、ストライカーでクイーン処理ができなかったですね。さ、トームかけますが、クイーン処理ができなかったことで、クイーンが残って攻撃を続けていきます。さあ、もうレイジタワーと、混じってヘイストもわけわかんなくなってますね。さあ、クイーンがね、レイジターンに乗ってだいぶ強い攻撃を入れつつ、ヒーラー引っ張れるユニットがいない。さあ、対空砲にはバルーンを刺していきつつ、あとは数でごまかしたいんですが、押し切れなそうですかね。惜しいな。クイヒールートはね、非常にいいルートが作れそうだったんですけど、まあ、ちょっとしたね、ミスというか、そんな援軍とね、インビジブルの呪文の使い方っていうところでね、フリーズとインビジブルがね、ちょっと難しい感じになっちゃったね。ハエのね、援軍全部にかかりつつモノリスのフリーズが打てればベストだったんですけど、惜しい。さあ、森尾さん、61天才のエレクトロタイタン編成。タイタン編成はね、結構やってるような印象ありますね。リターン型だったり、なんか形変えていろいろやってるようなイメージですね。さあ、レイジタワーとタイチクロスを追っていくようなシューターで、このままタウンホールだったり、まあいろいろね、マルチ IT だったり、その辺を削っていくようなシューターをセット。さあ、イエティからのスニゴブを刺していきます。さあ、1体目のスニゴブは、まあ罠チェックとかも兼ねてるところでしょうね。もう1回スニゴブを差し込んで、エリクサータンクまで削っていきました。なるほど。まあ、6時側に膨らまず、キングのためのサイドカットにもなっていくようなイエティスニゴブというところで、この辺丁寧なルート作りができていますね。あとはシューターにあっち側を任して、金庫が削れたら本体パートスタート。さあ、イゴレ先頭にエレクトロタイタン。これは綺麗なルートが取れてます。さあ、ホーミングチェック用のバルーンもつけつつ、相手のクイーンと当たるところですが、ここはフリーズがいい感じに入っていく。さあ、遅れてキング、ネクロは持ってきてないんで、キングのみを単体で流していくような形。6時側をね、スニーガブでエリクサータンクまで切ったことで、しっかりエレクトロタイタン寄り道せずに内側入って、レイジトムかな、これは。フォームはギリギリまで溜めていく。タウンホールも打てるような状況になりましたね、これは。さあ、レイジは置かず、打ちました。ここでレイジトームですね。ちょっと思った方向にエレクトロタイタンは進んでくれなかったような感じはありますが、ヒーラーがレイジ乗ってることとトームがかかっていることでタウンポイズン受けてますがギリギリ耐えですね。キングロイちゃん下側というところ、ここはフリーズをかけてロイヤルチャンピオン被弾してたんでね、これしっかり見えてますね。最後の呪文をロイヤルチャンピオンにベットしていきつつ、クイーンのクロックはここで、打ちたくないけども打たざるを得ないというところ。戻っていってキング処理。ロイちゃん強いなぁ。それ、タイチクロスを追ってから、イクスケ処理って、上側には大量のユニットが向かっている。さあ、マルチインフェルノまで降り切ってくれました。これ、劇的に強い。さあ、フェニックスとロイヤルチャンピオン、ビズ島まで降り切って、対空砲か。さあ、アーチャーやら、ウィザードやらを大砲の裏に差し込んで、ロイヤルチャンピオンと合わせ技で追っていって、エレクトロタイタン4体いますね。めっちゃ強い。かなり綺麗にね、ルート整備したことで、余裕のある全開ですね。ガーサス。対戦相手もトツビズラバルになりますね。フェニックスのレベルが5だったり、ギギがまだ9だったり、ヒーローペットのね、ポーチなかなか大変ですね。さあ、どこからどういう感じでやっていくのか。
タウン前ラバからの突撃感、ホーミングも吸いつつ。落ちちゃった。対策されてるな、ちゃんと。いやー、下に潜ってったな。これ別の対戦でもここの突撃感対策されて失敗してたんだよな、タウン突。いやー、別の角度でもタウンホール通らない。移動だけしましたみたいな感じ。結構タウン突やっぱ狙われるんだな。キングクイーンを使って、まあ、タウンホールをリカバリーで取りに行くしかないですね。まあ、とりあえずここから取れるの星さんだけなんですけど、星さんでもまだ取れるかどうかわかんないぐらいの形ですね。結構しんどそう。ウォルブレカ1は投石に向けてキングに合わせてって感じですね。うん、やってきました。あとは、クイーンでタウンホールを取りに行く作業です。フリーズ、あーおエイジタワーかけてもいいかなと思ったけど、巨爆小爆。さあここはもう一回フリーズをかけて、ゴブリンがやってきた。ゴブリンがもう一回フリーズ、うん、ギリギリ。キングは穴開けたけど投石機入らなかったので、ロイヤルチャンピオン追加からのラバルパートスタート。タウンホールの方はなんとかケアができました。オーデン使って一気に合流。さあイーグルエアスイフリーズ固めますが、援軍が出てくるのだるいね。これストライカー、ロイヤルチャンピオンはブーメランは打ちます、打ちません、打つことができませんでした。さあストライカーもかけつつの一気のトーム。まあこれストライカーにボコられたんでね、 HP が少なくなって出てしまったトームという形です。うん、やっぱり普通の人は突撃失敗すると厳しいっすよね。これが普通ですね。これ本来のクラクラなんですけど、普段見たことないクラクラ見せられてるから。さあ 70% というところで、まあ、ちゃんとね本来起こりうるぐらいの形に収まってくれてますね。タオールは削れていって、あとはアーチャーで伸ばしていきたいんですが、 73% 時間切れです。さあカズマくん、おーライトニング10発型にコウモリ2発、ロケバル6体、どういう使い方するんでしょうねこれ。もうカズマくんは本当に独自にいろんな戦術、ライドラッシュだったり、クイヒーラバルだったり、なんか、いろいろね、もう柔軟に考えられますね。ロケバルを、ここでだいぶ使ってきましたね。対空砲は残しても、テスラを、お、なるほど。コウモリでイーグル砲狙ってるのか、なるほど、なるほど。で、真ん中マルチ IT 安いっていうところを天才ぶち込んできつつ、対空砲に対してバルーン。いや、そのコウモリうまいな。折れますね。で、コウモリで竹取ってる間にシレットドラゴンライダー刺して。まあ、ちょっとこれリカバリーみたいな感じなんで、本来違う使い方かもしれませんが、まあ、ここは一緒ですね。さあ、一気のトーム。で、コウモリもう一発残ってますね。タウンホール突なんですが、トルネードとかポイズンターンも被ってるんですが、これは大丈夫そうかな。現れていって、なんとか降り切ることができました。援軍の方も釣っていって、9時にエレクトロタイタン展開。なるほどね。これで、うん、スニゴブも使って、キングは上、クイーンは単体でしたという状況。なるほど。残った対地クロス、バルーンも9体しかいない。ライダーの本来の目的ってあそこなのかな？オーデンも使ってますからね。さあ、バルーン全部使い切りました。コウモリをモノリスの上に置いて、ロイヤルチャンピオン残して3時に使っていくんですね。なるほど。さあ、あとはもうキングもロイちゃん投石に当てつつ、ストライカー添えて、ロイちゃん能力とフリーズが残ってクイーンのクロックは投石合わせるようなイメージ。いやー、これも、すごいな。
クイーンはもうね、下側ね、初手トームのところで削れてますからね。さあ、バルーンは全部消えてしまったんですが、対1シングル、対1、対1というところさ、対1クロスにフリーズかけつつ、ディギーがここは固めてくれて、この対1クロスもディギーが固めてくれて、さあ、あとは空飛んでるユニットで削れば終わりですね。ボムターンのところまでロイヤルチャンピオン、ディギー、ナイスディギー。さあ、削り切って、すごいなぁ。余力はもうなくなってはいるんですけど、プランニングが強いなぁ。さすがですね。V ヒー以外にもこうやってね、いろんな戦術で頭柔らかく取ってくるのがね、カズマくんすごいっすね。強っ。めっちゃ進化してるよね。もう、日に日にどんどん強くなってる。対戦相手6-1天才エレクトロタイタン。6時にオデヒースタート。さあ、対地マルチのところですね。で、シューター横セット。ボールブレーカーを使いつつ。うん、さあもう早めですがクイーンで引っ張って、これかあそこ開けたならもう1枚開けるのかな。これアイゴレ、うん、ボールブレーカーつけてきましたね。アイゴレ飛んでっちゃった。ストライカー当てたいかな。どうだろう。でも1体しか持ってきてないから使いづらいってことなのかな、これ。うーん、ちょっともったいないねこれね。エレクトロタイタンせっかく出したんですけど、1体32役ですからね。それがこんな簡単に死んじゃうのちょっともったいないような気はしますが、さあ、ウォールブレーカー使ってタウンホールの方まで誘導しつつ、タウンポイズンは受けてしょうがないので、後で奥でドームで持ち越すみたいな感じかな。ただこれめちゃくちゃきついな。エレクトロタイタンのルートがね、一緒に進めなかったことでヒーラーがついてないエレクトロタイタンが先に突っ込みつつ、援軍処理に当てれないっていう感じで、これをタイタン編成なのでね、ポイズン持ってきてないんですよね。しかもターンホールまで伸びてないですね、トームかけたんですけど、これモノリスで落ちて、これやばいか？もしや。レイジフリーズジャンプか。ターンホールは、ブーメラン当たれば落ちるんで、うん、パピー処理をまずは外周部でやりつつ、ウィザードまで追加してというところですね。さあ、イエティタイタン。これは大事故起きちゃいましたね。大工はなかなかタウンホールを直すターンには至らず、さ、レイジかけてフリーズかけてタウンホールかな次は。うん、大丈夫そう。さあ、ブーメラン打ちつつ、いや、とはいえとんでもない破壊率になっちゃいましたね。 62% でもう使えるユニットが残ってない、ジャンプも残ってしまったというところ、これは絶望、絶望が過ぎるね。 66% です。さあ、最終アタック、パーフェクトチャレンジ、クラウス、スケルトン、インビジブル、コウモリ、ペニコウモリ1というところで3施設やるのか、また別で別個で使ってくるのかって感じですが、どうでしょうか。お、上だった。クランジョーマルチのみかな。スケルトン1枚手元に残してますね。クランジョーマルチ、マルチインフェルノ成功。クランジョーのヘリはどうだ。もう1枚使うことで確実に突破していきました。うん、まあ、インビジブルは手元に残したかったところだと思いますが、大工が1、2個、3個ぐらいか。スニゴブにバーバリアンからのビザと、この細かいカットがクラウスっぽいっすね。スケルトン出てきたところ、エリクサータンクまで切っていって、これクイーンを左の方に誘導したいという形ですね。サゴーレム展開しつつ、ちょっとマルチ IT からのタゲが痛いな。フリーズかけて逃げるしかない。これ手前にかけてるのもうまいっすね。テスラが出てきた時にね、テスラに対してもコール位置、まあ、一番ね、奥のこの大工とかね、クイーンに対して影響がないんでフリーズかける必要がないんですけど、
手前のねテスラスペースまでフリーズかけてるのは細かいところですが、しっかり後を見越したタイプのねいいフリーズでしたね。ただちょっとクイーンのコントロール今回はちょっとクイーンでタウンホール見てたと思うんですが、うまいこといかず、さシューターの方はめっちゃ強い。このルート作りはめっちゃ強いんだけど、ちょっとクイーンのコントロールっていうところが想定通りにいかなかった形ですね。投石マルチの方までシューター入って、これシューター激強だな。ブロック持ってクイーンまで誘導できるルートがもしできてるんだったらめっちゃ強かったんですけど、もうしょうがないですね。さあジャイバルーンとラバルを9時からスタートしていきました。ロイヤルチャンピオン手元に残してますね。ターンホールがなかなか起動しないんですが、遅れてバルーンをもう1回追加しつつ、オイラはストライカーフォームで一気に押して、あとはもうって感じかな。さあヘイストバルーン乗せていって、ターンホールはまだここでようやく起動しましたね。フリーズかけてフォローしつつ、うん、ここは仕方ないですね。シュータールートがもう本当に強いな。これロイヤルチャンピオンはどこ使ったんだ。12時死んでる。攻撃が？防衛が？見えねえ。ただめっちゃ伸びますね、これ。投石の方もね、HP ミリまで落ちてるというところ、ナイスディギーすぎるな。それ、イーグル砲を一度固めてくれたことによってリセット入って、オウルがうまいことこの辺ダメージ加えてくれれば、頑張れオウル。イーグル砲の攻撃が入りつつ、ここは 93% です。さあ、最終アタック、強様ヘルサさん。スケルトンインビジブルですね。真ん中はクランジオモノリスというところですかね。前は、そうね、そこやってマルチインフェルノに突撃艦やってみたいなのを失敗してるのを見た感じだったんですけど、今回はどうでしょうか。いや、多分それやってた人だったと思うんだけど。お、タウンホール起動するぞ。うん。これやるとタウンホール起動するようにできてるのも強いよね。さあ、なんかめっちゃ出てきて、なんかすごいんですけど。折れないの。えぐ。レイジタワー大工。多分トツイエティですよね。これ無理なの。マジ。えぐい対策してんね。これ守ろうと思ったらめっちゃ大変そうだけど。レイジタワーの大工とリクスケとボムタワーのプッシュでミニエティそのものを削りまくって、まあ、テスラとかもね、出てきたことで、外周部にターゲットそらそうとか、リクスケルトンに攻撃させることで、まあ、マルチインフェルノ自体を殴るんじゃなくて、スケルトンを殴ってるのでね、イエティ自体の攻撃力も落ちてというところですよね。さあ、これにはもうロイヤルチャンピオン使うしかなかったというところで、これもきついなぁ。2周目レイジタワー帰ってきちゃった。まあ、インビジブル使ってはみましたが、タウンホールはもうこれ無理なんで、おぉ、リーズアーマー使いましたが。うん、無理ですね。これはきつい。おっとー、ラバハウンドが9時の方に流れていきつつ、タウンラバルからスタートするしかないような状況ですね。9時にも一応バルーン当ててもいいかなって感じ。フリーズかけつつ出しましたね。ヘイストトームかな。うん。いやー、これ防衛がうまいな。これちょっと防衛がうまいっすね。狙われるの分かってるっていうか、主流なんでね、アタックの一つとしてここに突撃艦を投げる攻めはね、一定数あるので、そういった攻めを対策するような素晴らしい対策。いやー、これマルチまで折れないんだ。すべてにおいて見透かされたような防衛になりましたね。どうせそれするんでしょっていうのがピンポイントで当てられた形になります。まあ、こういう駆け引きがね、クラクラの面白いところよな。75% のナイス防衛です。
はい、というわけでね、終わりまして、14対10ということでね、かなりの圧倒的勝利になりましたね。まあ、防衛の方も改めてね、ナビの強さを知ったような感じでしたし、攻撃の方もみんなえぐいで、ほぼほぼパーフェクトゲームでした。はい。というわけでね、今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録をよろしくお願いします。それ